はい皆さん毎マイ度はいみんな大好き妙霊のお姉さんだねボブじゃなくてレイヤーカットだねまあレイヤーカットっつってもねショートレイヤー気味まあ別に何でもないカットだねまあトップまあそんなに今日は切らないっつったかな寒い日が続いたじゃないこういう日が続くとさあんまり切る元気がなくなるよねちょっと切ってくれればいいみたいにねで暑い日が続くとねもう邪魔だからたくさん切ってみたいにね まカットのね考え方っていうのは色い々ろいろあるけどねまあこういう方のカットはね切られすぎてみっともなくなるんだったらまたすぐ来るからちょっとでいいよっていう感じなんだよねここが一番大事かなだからね1ヶ月ですぐ伸びちゃうじゃないしたらすぐ来るからいいっていう感じなんだよね結構ね切られすぎを嫌うんだよねまあその反対にねすぐ伸びちゃうから切って切ってっていうねご年配もいるのはいるからねどっちのタイプなのかねまあ見て適切に長さを判断する美容用の場合はさ 少しだけ切って形をつけるっていうか、その少し切った場所が粒に入ってなきゃダメなんだよな。5ミリぐらい切っただけでも、これって形がね、変わっちゃうんだよね。手触りとかね。理髪点なんかの場合はね、もう引き算だけでね、短くね、無くなるまで切って形を作ってあげるっていう感じじゃないかな。無くなるっていう表現はね、不適切かもしれないけどね。まあ、短めに切って形を作るっていう感じだよね。理髪点の場合はね。 美容室の場合はね、その人のね、髪の毛をこうやってね、溶かしながら触ってね、どこがどうなってるのかね、どこに重さが出てるのかね、不具合を見つけて、そのボをポンと切るっていう感じかね。ポンっつってもさ、1センチだの5ミリだの、まあ場合によってはまあ2センチ切るときもあるよ。その部分的にね、伸びすぎてね、不具合を発生させてる場所を見つけて切るっていう感じだよね。 このカットもね、いろんな切り方あるからね、全体に1センチ通しで切る場合ね、2センチ通しで切る場合ね、できる限り短く切る場合ね、いろんなパターンがあるからね、今回はね、襟足を2センチ切って全体の不具合を見つけて調整っていう感じかな。不具合っていうのは他よりも伸びて具合の悪いところだよね。重くなってしまったところ、流れが悪いところ。でこちらの方は、ね、いつもね、ほら、髪の毛をね、みんなこうやって前に出して内巻きにするタイプなんだよね。だからその位置で、 ま、2センチぐらい切るんだけどね。左側は切りやすいんだけど、右側はさ、下からさ、髪の毛持つじゃない左手で。そう、左手が肩にぶつかるんだよね。で、で左手が肩に当たると、どうなるかって言ったら、その、持ってる髪の毛の位置が、ブローした位置じゃなくなるんだよね。となるとね、左右対称には切れないって言えば切れないんだよね。まあ、それをほら、まあ、適当に辻褄合わせんだけどね、最後ね。人間のカットをね、するときはね、耳がありね、肩がありね。 まあ、障害物がいっぱいあるかね。はい、ここだね。はい、ここほら。左手でこうやって持つと手首が当たってんでしょほら。そうするともうこの位置で、髪の毛が自然に落ちた位置で切れないんだよね。逆に左側っていうのは前から指を入れるから、障害物がなくて非常に切りやすくていいラインで切れるんだよな。この問題どうするかっったら、これはもうね、永遠に考えるようだね。で、最後の最後はね、適当、適当で終わっちゃうんだけどね。 みんなもね、悩んでカットしようね。はい、お疲れ様でした。